クラレントは日本の競争馬。場名の意味はアイルランドの神話でアーサー・オーの長宝。主な勝ち倉はデイリー杯2歳ステークス、富士ステークス、東京新聞杯、エプソムカップ、関谷記念、京成杯オータムハンディキャップ。JRA の芝1600メートル重賞通算5勝は歴代トップ対記録。7月16日の京都の芝1四百メートルの 新馬戦で、小牧太志安城でデビューし、2番人気に支持され、直線抜け出して勝利した。続く重賞のデイリー杯二2歳ステークスも4番、人気だったが直線差し切って、重賞初制覇を果たした。しかし続く、東京スポーツ杯二2歳ステークスは2番人気に、押されるが、レース前に、バナシウマし、ババを2周してしまう。馬体検査は、異常がなく出走したが、 この影響からか13着惨敗。GI 朝日杯フューチュリティステークスも2番人気になるも7着に終わる。初戦の弥生賞は、後方のまま直線伸びず12着に敗れる。NHK マイルカップは15番人気だったものの、直線伸びて3着に検討する。 しかし日本ダービーは先行するも直線は全く伸びず15着惨敗となり、橋区長教師悲願のダービー初制覇はならなかった。この後はマイル路線に目標を変えて秋まで休養する。秋初戦は阪神のオープン特別のポートアイランドステークス中段に位置するも8着に敗れる。迎えた富士ステークスは直線抜け出して、 ファイナルフォームの追い込みを封じて約1年ぶりの勝利を上げ、重賞2勝目となった。しかし出走を目指していたマイルチャンピオンシップは、賞金不足で障害となり、東京のキャピタルステークスに出走するも4着に敗れ、暮れの阪神カップも直線追い上げるも5着に敗れた。初戦となった東京新聞杯は逃げるレッドスパーダを、差し切って重賞3勝目を飾った。 しかしマイラーズカップは、いいところ各発着に敗れて、目標にしていた安田記念は、クラス外夜、本賞金が半分となり、賞金不足によりまたも、除外となってしまった。安田記念の翌週に行われた、エプソムカップは最後、後に、世界一となるジャスタウェイの猛請を受けるも、花させして、重賞4勝目となった。下季休養を挟んで、 秋初戦の毎日王冠は3着と、構想するも、11月のマイルチャンピオンシップは11着と、惨敗する。12月の阪神カップは3着となり、この年を終える。この年の前半は勝ちきれないレースが続いていたが、関谷記念、京成杯オータムハンデキャップの重賞連勝で、サマーマイルシリーズチャンピオンとなった。11月のマイルチャンピオンシップは十五着、12月の 阪神カップは14着と大敗し、この年を終える。この年以降は稀に抗争はするものの惨敗が続いた。2017年の安田記念9着の後、右前浅く県園が判明し、現役を引退することになった。引退後は、千葉県の乗馬クラブで乗馬となる。以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ビクトリア M。 グランアレグリア JRA シバマイル重賞5賞はトップタイスポニチスパニッキーアネックスギャンブルスポニチスパニッキーアネックス2021年5月18日閲覧クラレント号が故障日本中央競馬会2017年6月16日閲覧クラレント号が競争場登録抹消日本中央競馬会2017年6月16日閲覧 クラレント競争成績。ジャビスサーチ。公益社団法人日本経手馬協会。2020年10月12日へ閲覧。クラレントの競争成績。ネトキバネットドリーマーズ仕様。リミテッド。2020年10月12日へ閲覧。ありがとうございます。